皆さんこんにちは、マックスプレート、ゆいです。メインチャンネルでお便りが久しぶりに復活。もう何年ぶりだろうか。3年ぶり、もっと4年ぶり、いや、そんぐらい。ちょっとやっていきたいと思います。あのですね、前回やえちゃんの自己紹介の動画の時に、ちらっと募集しますみたいなことで概要欄ピシ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 って、やったところですね、15通ぐらいいただいたのかな。本当に動画の最後の最後、ラストの方で一言か二言か言ったぐらいなのに、そんなにたくさんいただいてありがとうございます。今回も概要欄のリンクから全然お便り新規で募集してますので、どしどしお寄せくださいませ。できればペースで言うと週1、ワンチャンこぼれ話があれば概要欄にリンク入れておきますけど、アップバンク放送部とか、なんかそんな感じで臨機応変にやっていければと思っております。参ります。まずは1通目、本日5通読みます。よろしくお願いします。お願いします。石黒四平さんからいただきました。私は村井さんをとても尊敬しています。いつもテンションマックスで視聴者を楽しませ、笑顔にできる村井さんのようなおじさんになりたいでござんす。ありがとうございます。すいません、こんな1通目のピックアップからこのような私をただあげるだけのお便り、大変申し訳ございません。石黒さん、ありがとうございます。特にこれにコメントもないですよね。ないですよね。続きまして、ハラメンさん。ハラメンさん。ハラメンさん。はい。私はドッキリからマックス村井チャンネルを見始め、ハマり、そこから過去の動画などを見てマックス村井のファンに少しなりました。がっつりじゃないですか。少しなりました。これからも昔より多くの人に笑顔が届けられるよう頑張ってね、ということで、昔より多くの人に笑顔が届けられるように、って頑張らないといけないですね。何かありますか。私はこれを一回頑張りたいはありますか。じゃあ村井にこれを頑張ってほしいはあります。ちなみにいっぱいあります。いっぱいある。例えば内緒です。内緒。もうとんでもないやついっぱい考えてあるんで。おー、いい話じゃないですか。毎日考えながら生きているので、はい、村井さんにどんな無茶ぶりをしようかなっていうことを、そうやって生きてるので楽しみにしていてほしい。おー、嬉しい話。私はあれも、あれなんだっけ、私のメモ、弥生ちゃんにやってほしいことで今これやってほしいなっていうのがあるんだよな。ちょっと一瞬パソコン開いていい？あるんですか。ある。えっとね、あっ、はい、お酒を飲みながら自己紹介をさせてくださいっていう、あれをやってほしいです。あー、いいですね。あれはやりましょう。やっぱりなんだかんだまだ緊張してると思うんですよ。確かに。で、やっぱり素の弥生ちゃんを知ってると、まだまだやっぱりその緊張というか、そのどこかしらこうカメラの前感あるでしょ。まだ絶対ありますね。それはもう自分で一番感じてます。だよね。1週間で抜けることの方がまずありえない、ね、そうですね。確かに。でそれで言うと、なんか早いタイミング、より早いタイミングで素の状況、限りなくこう、もしかしたら素の弥生ちゃんとこのカメラの前の弥生ちゃんが一致するようなタイミングが来るかもしれないですけど、なんかそうなってほしいなと私は祈っております。はい。ちなみにニコニコマックス村井部では飲みながらやってます。やってます。どうぞご覧くださいませ。3つ目、テッドさん。村井さん、アップバンクの皆さん、こんにちは。お便りコーナー楽しみにしてました。私は7月末まで在宅勤務がベースとなり、相変わらず YouTube とともに毎日仕事しております。ラジオと動画の間ぐらいのコンテンツが仕事しながら横耳で楽しむ私にはちょうどよく、過去のお便り動画や雑談動画をよく流していたので本当に楽しみです。グリッドも楽しそうな空間ですね。これからも応援しています。アップバンクの新時代頑張ってください。ありがとうございます。7月末まで在宅勤務、長い。あと2ヶ月だよね。長い苦労があるんではないでしょうか。逆に教えてほしいかも。テッドさん、このお便り動画を聞いていたらですね、俺のお気に入りのやつとか URL コメント欄に欲しいです。結構こういうお便り系ってたまに怖い話を読んだりとか、はい、いろんなこう切り口でやってるんですけど、はい、その好きな回を何度もこうヘビーリピートするみたいな方も結構いらっしゃるんですよ。だから知りたいっすね。あ、確かに。結構どの切り口でお便りを募集するかとか、そういうのもいろいろやっていきたいから。ちなみに弥生ちゃんはあれはどうですか。アップバンク放送部でいろいろ読む中で、なんかこの辺厚めに読みに行きたいジャンルが実はあるんだけど、一人じゃなかなかトライするの難しいけど、二人でやるんだったらこの辺はいけるかもとか、なんかあったりします。短めの声のみの劇とか。はい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 。あとは普通に昔話とか配役があるものを分けてやったりとかしたらすごい面白いんじゃないかな。確かに。
普通に面白そうじゃないですか。あとは声だけの劇ってのは例えばなんじゃ声劇声劇って読むんですかね。結構なんかそういう文化がもともとあるらしくて、インターネット上にそれ用の台本っていうんですか、え嘘すごいとかが普通にあるんですよ。えかっこいい。かっこいいですよね。それは冒険活劇みたいなものとかもあれば、から普通にドラマ的な日常系からもうすごい幅広いジャンルで存在しているらしくて、っていうのがあるらしいんで、それは一人じゃ多分できないと思うので、一緒にやれたらなっていうのが、やりたいやりたい、私全然やりたい、超やりたい。あとはあのうろ覚え昔話やりたいです。おお。前お話しましたか。はいはい、ちらっと聞きました聞きました。あの全部のあらすじ、そういえば知らないよ、覚えてないよなみたいな昔話って、おそらく皆さんあると思うんですよ。金太郎とかわかります？わかんなくないですか？多分ちょっと危ういとこあると思うんですよ。金太郎ってそもそも目的なんだ。そうそう、わかんなくないですか？金太郎の目的がわからん。私もわかんないです。だって熊とかとなんか相撲するとかだよね。そう冒頭で桃太郎みたいに鬼を退治するもないよね。そうなんですよね。何かあったっけみたいな、そういうのをうろ覚えでみたいにねじ伏せる朗読いいじゃんとかしたいかなって思ってます。えちょっとガチ気味な質問なんですけど、はい、え金太郎って目的なんですか？金太郎の目的、金太郎って坂田金時ですよね確か。えそうなの？そうですよ、それの時の幼少期の坂田金時といえば、ブリーじゃなくて銀玉のあのモデルというか主人公にもなってるあの坂田金時さんがその金太郎のモデルなの。銀時の金時ですね。そうあそうなんだ全然知らんかった。坂田金時の幼少期の名前が金太郎だったのかな確か。嘘すげえ。これ嘘と言ったらすごいやばいやつですけど大丈夫です。でも今もうすでにあのうろ覚えモードに入ってます。確かに確かに。えガチで目的何なんだろう。皆さんじゃ何だと思います？やゆちゃん何だと思います？ちっちゃい頃のわんぱく話とかじゃないですか。なるほどね。冒険活劇でもない、ただのわんぱくエピソード。牛若丸的なわけでもないですもんね。牛若丸は弁慶がいるよね。そう、弁慶をキャラにつけましためでたしとかでもないですよね。あ弁慶キャラになるの？最終的には橋の上でやっつけるわけじゃなくて、つけてキャラになるんですよ。あ弁慶生きてるんだ確か。はいはいはい。だってあの仁王立ちして死ぬまで生きてますから弁慶。弁慶は最後誰にやられたの？誰でしたっけ撃ったの。ただ戦ってる最中に立ったまま死んだんですよ。はい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 。だから牛若丸に討ち取られてなかったはずなんですけど。いやでもうろ覚え昔話は全く分かんないから面白いと思う。すでにうろ覚えじゃないですか、うん、牛若丸完全にうろ覚え結構楽しいかなって。ちょっとあれや分かりました。今どうします？私もうすごい今この瞬間金太郎を検索したくてしょうがないんですけど。あ、いいと思います。いいと思います。いいと思います。いいですか？ちょっと金太郎だけ検索させてもらっていいですか？なんならもしかしたら熊と相撲を取ったのってクライマックスまである。それは頭がおかしい。どんな話なのそれ。どこが盛り上がるところだったの？はい、じゃあ、はい、あらすじ。あーなるほど、ね、今ちょっと検索したんですけど、あらすじだからお、オチまで言ってんのかな、読んじゃっていいですか？どうぞ。あらすじ、あらすじお願いします。さまります。ようやくだけ、ようやくします。昔足柄山、まあどっかの山の山奥に金太郎と母親が暮らしてた。え金太郎は生まれた時から力持ち、はい、石臼をハイハイしながら引きずってしまう。やべえなこの金太郎すげえ強い。で金太郎が歩き始めると母親は金太郎に腰掛けを作ったけどブカブカだったと、はい、でもそれは大きくなるように、早く大きくなるようにという願いが込められてたから、あ込められてましたと、うんうんうん、で山奥で暮らす金太郎は動物たちが友達でどんどんでっかくなってった、うん、金太郎が体が超でっかくなった時に母親は金太郎に、漢字が読めない、マサカリ、あマサカリを与えて、マサカリで薪割りを手伝うようになったと。そう、イエスイエスイエス、それそれそれ。で動物たちがその年の秋に、はい、動物たちが金太郎のところに来て栗拾いに行こうって言った、はい、
ところが崖にかかっていた橋が落ちてた。困ってる。困った。金太郎は近くにあった大きな木を力いっぱい倒して橋を架けた。何者だ、すごい。で渡った、栗拾った。そしたら茂みの方から大きなクマが現れて、てんてんてん、いや、クマクライマックス、クマクライマックスでしたよ。クマ冒頭のエピソードこれクマクライマックスや。ただただその金太郎の幼少期のえげつなエピソードをまとめたみたいな。え、ちょっとすげえびっくりなんだけど、そもそもママと二人暮らしは知らなかったえ、ちなみにさっきのさすがですよ、金太郎は後に坂田金時と名を改め、はい、源頼光四天王の一人に数えられる立派な武士になった、はい、これは坂田金時の子供時代の物語です。あ、そういうことなんですね。でもそれそうですよね。だって子供の頃にこう張り手で木押し倒せるならもうやばい、四天王の一人になりますよ。もうなんなら打ち取ってますからね。っていうかガチで熊と戦うのフィナーレ最終じゃなかった。全然オープニングじゃなかったっていうのをやってみる。面白いじゃないですか。やりたくないですか。うん、すげえ面白いと思う。答え合わせも込みで。ああ、確かに答え合わせ必要だわ。予想外すぎるもんこれ。そう、結構面白そうかなって。これは掛け合いがないと楽しくないと思うんで。その掛け合いは何でしょう、あのなんだっけ、都市伝説夫さんとか、都市伝説夫、某都市伝説夫さん、某都市伝説夫さんとかがだべってる時に、私が散々横からちゃちゃ入れたりとかしてるんですけど、はい、やゆちゃんが喋る場合は私はちゃちゃ入れてもいいパターンです。あ、なんかそんな感じがいいかなって思ってます。いいっすかね、いいっすかね。たまにいるよね、あの黙っとけ村井っていう人も一定数いるじゃないですかお前は喋るんじゃねえっていう人も結構いると思うんですけど、でもちょっと楽しみ、それやりましょう。また楽しいと思います。ありがとうございました、テッドさん、お便りありがとうございます。だから7月末まで在宅勤務がベースってことなんで、引き続きマックス村井チャンネルごひいき。続きましてナッツーさん、踊ってみた企画をやってほしいです。やってほしい。あ、やってほしいです。やりちゃんもやりましょうよ、だったら。あ、じゃあぜひやらせていただきます。やりましょう、やりましょうよ。何聞くんですか、ちなみに。え、何聞くんですか。普段ですか。普段普段。あ、まあ自己紹介の時にも言ったんですけど、ウルフルズとか金賞とか。そうか、割と硬派系だったら。ちょっと友達に言っても分かんないって言われる系ですね、うん、やっぱり欅とかですか。あ、欅アイドルいいじゃないですか。まあそうっすよね。いいと思います。その踊ってみたのマックス村井チャンネルで上がってるあの5分10分30分っていうあのシリーズはリオナリとハラミンさん、リオナリか、リオナリがこうテンプレートというかあの企画のベースを作った感じだから、リオナリがいて多分あの企画は成立するのかな。それで言うと、もう制限時間なしできっちり踊っていただいてあれめっちゃしんどいですよ、めっちゃしんどいんですよもし仮にですよ、やるとするじゃないですか、はいはい、4日じゃ済まないですよ、ダウン。マジっすか。ぶっ壊れると思いますよ、体。マジっすか、うん。だって私あの30分わーってやってるじゃないですか、もう終わった後足ガタ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 こんな感じなんですか。ほんとほんと、もう汗だくで壁にバーンっつって、もう過呼吸です。やばいっす。でもいいっすね、ちょっと踊ってみた企画のなんか夏だし、私あのこの屋上でやりたいんですよね。あ、いいですね。あの青空背景であの抜けた背景の中でやりたいんですよね。ちなみになんだかんだ贅沢な話で、ビルの屋上を撮影で使うって言ったらめちゃくちゃ金かかるんですよ。普通。そうなんですか。借りれるビルがそもそも少ないし。ああ、確かに。その私ビルの屋上借りたことあるんですけど、 YouTube の第1弾 その好きなことで生きていくっていうあの CM で、私がビルの屋上で正拳突きをやってるシーンが本当に 1,2 秒かな入るんですけど、あれニコニコ生放送の企画だったんですよ。1万回正拳突きやるぞっていう。であれ用に東京 その新宿だったんですけど、当時は新宿の近辺で屋上を貸してくれるところを探したんですけど全然なくて、やっと見つかったっていう、そのビルの屋上で私が正拳突きをする中、夕日がだんだん沈むビルの間に、それをタイムラプスみたいな、そういう企画だったんですけど、多分ね半日レンタルで50じゃ効いてないですよ。やゆちゃん、まさか2万3万5万の世界だと思いました。え、
50とか行くと思ってなかったです。全然50とか行ってると思いますよ。 50? はい。誰も屋上普段使ってないの？使ってない。え、50? それぐらいやっぱりですね、あのスタジオとか高いんですよ、はい、普通はスタジオってめちゃくちゃ高いし、なんか言ってなかなか借りづらいですよ。そうですよね。ところがグリッドは、入居者は屋上が公園のように使える。あそこをぶっちゃけタダで撮影で使えるとかやばすぎですよ。なんか申し訳ないですよね、ガヤックさんに。ガヤックさんが代わりに、我々の代わりに家賃を払ってくれる。ありがとうございます。だから私夏やりたいですね。ただ暑くなりすぎると熱中症とかで一瞬ちょっとやばそうな気もするので、ちょっと体力つけていただいて頑張ります。で、私は多分そこそこ体力はそこそこあるので、なんだろう、ピークの暑くなるそのやばい時期のちょっと前ぐらいにやりましょう。そうですね、うん、その辛すぎる時期じゃない、もうちょっと手前のスイートスポットな感じの時にやりましょう。夜でもいいですね。夜でもいいですね。か、別に6階か地下とかの広いところでも。ああ、確かに雪かな。ああ、確かに思ったりしております。確かに、おっしゃる通りでございます。関係なかったですね。なんか夜がっつりライト仕込んでも屋上すごい綺麗そう。あー、いいですね。すごいいいと思う。めっちゃ光りたいパッパーして、めっちゃ綺麗そう。めちゃくちゃ綺麗そう。すごいいいな、楽しそうだな。雪ですね。なんかそういうので汗かくってすごい楽しいっすよ。確かに辛いけど夜の永田町で夜の屋上で踊ってる人間2人やばいやばいやばい、かなりやばい。結構シュールすぎる。そんなことあんのかっていう絵だね。最後の1ついきます。はい、ゾロゾさんから2回に分けていただいたんですけど、1回にまとめて読んじゃいます。ゾロゾさん、マックス村井チャンネルで、村井さんこんばん、あ、違う、村井さんこんにちは。そして弥生さん、マックス村井チャンネルでは初めまして。初めまして。やばいですね、もう常連の雰囲気はちょっとマックス村井チャンネルでは初めましてで、ね、すでにちょっと確かにジャブを打ってきてますね、ゾロゾさん。2人でお便りをやってくれるとは思ってなかったので、なんだかすごくびっくりワクワクです、ということで早速お便りを送らせていただきたいのですが、初回でまだ投稿のテーマとかがなかったので相談という形で失礼します、はい、自分は今年の3月中旬あたりに転職をしまして、さあ新規一点頑張るぞというタイミングで今の状況になってしまい、未だ自分の職場に一度も立てていません。わあ、あら、声をかけていただいた新しい会社に全く貢献できていないこと、何もしないで一日が過ぎていく今の状況にとても焦りを感じて毎日を生きているのですが、弥生さんも同じタイミングでアップバンクに参加することになり、同じく仕事ができない状況だったと思います。弥生さんはその焦りをどうやって克服していましたか？それと村井さん、全部読んじゃいます。会社の上司という立場で社員が思い通り働けないという状況をどう感じられていましたか？ついでに同じく働けていない部下へのケアについても教えてくれたら嬉しいです。部下をなかなかうまくケアできていない気がしてちょっと考えてしまっています。以上、真面目な質問ですいませんからのもう一通、弥生さんの紹介動画でいろんな質問をされていて気になったのですが、弥生さん自身は村井さんとどんな動画を撮ってみたいなとかって思ってますか？それと一人で動画を撮るならこれがしたいとかありますか？実はご飯を美味しそうに食べてる姿が何よりも大好きなので、弥生さんがたくさん食べる動画は密かに楽しみにしています。趣味は飯テロ、ゾルだと申します。ありがとうございます。ありがとうございます。どう、あの時期やっぱ辛かったですよね。いや、そうですね、なかなか思うように動けない、早くなれたい早くなれたいってすごい焦りがいっぱいあったんで、でも家にいなきゃいけない、本当にずっと焦ってて、でずっと、もう私がしてたのは動画の企画案というか、その何をしたら楽しいかなっていうのをずっと、もう本を読んだりインターネットでサフしたりとかして、いっぱいもう書き上げてっていうのをずっとやってたんですけど、もうそれでも4月いっぱいそうですねずっとやってて、後半の方になってくるとやっぱ外部との接触が本当に少なくなっちゃって、もう案も尽きてくるんですよ。そうなったらもう頭真っ白になっちゃって、もうどうすればいいってずっとなってました。すいませんどうしようもないとはいえすいませんちなみにすごいんですよ、本当になんか1月でも2月でもそれこそ去年の秋とかからでも始まってたら、やっぱり遠隔でもリモートでもやりようはあるじゃないですか。
始まってなかったから。そうですね。そのマックスのチャンネルでも自己紹介も当然してないし、ゼロの状況だったので、じゃあリモートで何かするってわけにもいかないじゃないですか。そんな難しい難易度の高いことできないから、4月1ヶ月間はなんかそのいざ YouTube とかで動画やるとしたらどんなことやりたいか企画をちょっと考えてみてよと、もう何でもいいと、質とかクオリティとかはそんなにもう問わないからとにかくこれやったら面白いんじゃないかをひたすら書いてくれってお願いをして、なんとやゆちゃん4月書いたのが800何十件。いやそんな暇だったのに暇だったなってすごい思ってるんですけど、すごいすごいすごい、本当は1000書きたかったんですよ、あと200だったのにってすごい落ち込んでるんで、今外に出られるようになったんで、あ電車の中の釣り革のん釣り革、はいはいはい、釣り広告見て、あれ面白そうとか、こうすれ違いざまにあとか思ったりしたものを全部メモしてます。すげえ素晴らしい。じゃあ待ってね、さっきのゾルダの質問で言うと、焦りをどうやって克服 していましたか。していましたか。耐える、耐えるしかなかったですね。もう焦っちゃって、できること限られてるんで、あそういう時はねお酒飲んでました。お酒飲んでましたよ。なんかピンチからの回避の仕方が私と変わんねえんだよ。あとはまあね、お家でゲームしたりとかして、はいはいはい、別のことしてみて気分転換したらまた別の案が湧いてきたりしてたので、私の場合はなんか大変申し訳ないなと思うのが、あの3月4月5月とかそのあたりは私もこう5年ぶりに社長復帰して、新しい組織でその新しいマネジメント層とかブワーって入ってきたりとか、そもそもアップバンク自体が初めてリモートワーク対応とかで、はいはい、その新しいことが多すぎたよね。あとはチャンネルをリオナリとかハラミンさんとか、ね、みんなにこうずっと任せっきりだった状況から、そもそも彼らともコミュニケーションが取りづらくなっちゃったから、そう外部クリエイターとしてやっぱり出勤できれば同じペースでやれてたんですよ。ただ出勤もできないからリモート限定ってなると何にもできないのよね。だから自分でいろんなことやんなきゃとかでちょっと大変申し訳ないんですが、自分のことに手一杯でなかなかやゆちゃんのことをフォローすることができませんでした。大変私もすごいなんか苦しかったですね、あの時期は。でも結構その企画案を上げている、うん、途中の段階で村井さんがチラッと見て、それをコメント一言二言、はいはいはい、あの200件ごとぐらいにくれてたんですよ。だからそれは結構すごい自分的に頑張ろうみたいな、あ次これやろうみたいな気持ちになれてたんで、よかった、ありがたかったです。プラスに働いてよかった。スプレッドシートで Google の Excel ですね、スプレッドシートでオンラインで管理してたんですけど、本当に何百件刻みで、私がいつかやゆちゃんがここの業にたどり着くなっていう、これぐらいの大変なね疲れてるだろうなとか心が結構やられてんじゃないかみたいな時期に、あと500件で1000だよとかそういうコメントをちょっと書いてましたね。書かれてました。はい、ちょっとゾルダの方戻りますけど、同じく働けていない部下へのケアについても教えてくれたら嬉しいです。私はですね、そこまで器用にねその10人20人フォローできるっていう感じでも正直自分自身のキャパシティが足りなくてできなかったので、精一杯頑張ったぐらいですね。毎日喉枯らせながら電話会議してたぐらいのところが限界で、それでも全員が全員はもう全く無理でしたね。本当に一部で、もっと言うと1対1で全員はもう鼻から無理だから、チームリーダーみたいな感じで一定こう任せて、でそこに関しては割と重点的にケアで、あとよろしく、もうこっから先はごめんっていう感じだったかな私は。いやでも私的には、はいはい、上に立って引っ張っていってくれてる人がこういう状況下でも全力で頑張ってらっしゃる姿は下から見たらすごい励ましというか、その心の支えにすごいなると思うんで、良きかなと。なんかそれで言うと、あの見てくれた方も中にいらっしゃるかもしれないですけど、私が特段喋りもせず、なんか定点カメラで永遠とこう仕事してるだけ の、はいはいはい、あの村井の定点放送、仕事定点放送とか、はい、2回かな、あの YouTube ライブとかでもやったんですけど、あれがそのアップバンクのメンバーが結構な数見てくれてて、なんかあ村井さんまだ働いてる、俺も頑張んなきゃとか、なんかやっぱり一人だとどうしてもこうちょっと力が抜けちゃったりとか、なんか
サボることはしてないとは思うんですけど、多分なんか気が抜けたりとかいろいろあったと思うんですけど、はい、その私の仕事をしてるのをねディスプレイにこうやって置いて村井さんが仕事をしてる横でこう仕事をするみたいな人も何人かいたとかで言われた。なんかすごいそういうのは私はやらなきゃっていう気持ちになるんでいいと思う。よかった、よかったです。なんかそのこの1ヶ月なり2ヶ月なりちょっとした期間でもやっぱり日々世の中変わってってるし、なんか差ができちゃうじゃないですか、はいはい、この重要な貴重なこの1ヶ月を無駄に過ごすとか、なんかなんだろうな、あの1ヶ月って何なんだろう、何のプラスもなかったわみたいになってほしくないから、受験前みたいな、そうそう、もう受験前とか今の多分中学校3年生とか高校3年生とかみんなそんな感じの時期、悶々としてる時期だと思うんだけど、なんか言うじゃないですか、塾の今宣伝とかでも差がつくのは今って、はいはいはい、まあつくよね、何もしない人と。絶対つくと思います。でそれはなんか社会人でも一緒だと思うので、そう、なんとかしてみんなで頑張れないかっていうのは本当にずっと悩み続けてたな。だから部下をなかなかうまくケアできてない気がしてっていうと、私は自分自身ができるところは頑張って、ちょっともうこれ以上無理っていう距離感に対してはちょっとチームリーダーみたいな制度じゃないけど中間地点を置いて、そこからはよろしく、何かあったらフォロー、フィードバックしてみたいな、そういう感じでやってましたね。人間一人でできる範囲限界があるんで。ちなみになんだっけな、昔私部下ピークで50人ぐらいいた時期とかがあるんですけど、人間が1対1で面倒を見れる、マネジメントできるマックスはどんな能力の人でも変わらず大体20人ぐらいがマックスらしいですね。20人超えるとさすがにチームリーダー制とか踏んで組織を作っていかないとマネジメントはもう無理みたいな。ただそれはマネジメントだけをやったとして20人、あ、じゃあもう自分の作業とかもできない、あると、あ、もうほんとマネジメントだけ振り切った時に20人がマックスっていうのは結構有名な話ですね。だから私もあの50人ぐらい部下いた時が23歳ぐらいだから、もう17年前とかの話なんですけど、その時は意識して15人ぐらいからだったかな、そこら辺からもうチームリーダー制にして組織作って、でそれ以降かな、もう大人数をマネージメントするのは私は苦手だと思って、そういう面倒見のいい人とか、なんかなんだ、やっぱケアすることに自分のスキルとかを全振りしてる人もいるじゃないですか。確かに。なんかそういう人とかに任せるようになったって感じですね。自分はマネジメントは苦手っていう自覚ですね、私自身は。なんかね、どこまで行っても、あ、アメとムチとか下手なんですよ、私なんか。なんかね、ダメなんですよ、本当ダメなんですよ、笑っちゃってあれなんですけど、そうなんです、苦手なんですよ。アメの人にはアメばっかりだし、ムチの人にはムチばっかりになっちゃって、両極端な感じで、ダメなんですよ、私苦手です。まあそんな感じかな。今回ちょっと初回のお便りということで5通ちょっとピックアップさせていただいて読ませていただきましたが、ちょっと次回でもテーマとか決めたいですよね。そうですね、私結局ここに尽きちゃうんですけど、やっぱり夏近づいてきてるじゃないですか、どんどん暑くなってきてるじゃないですか、はいはい、怖い話とか言いたくないですか。やっぱり言うと思いましたよ。怖い話大好きです。2トピックぐらい募集します。怖い話ともう1トピック何かとか。夏系でですか。夏系か、そうか、生活が元に戻ったらやりたいこととか。あ、いいですね。戻るんでしょうか。戻るんでしょうか。あ、むしろ逆に今しか聞けないこと聞こうか。外出できないから俺はこれでなんとか楽しんでる、乗り越えた。あー、家でみんながやってることを。そうなるほど。その2トピックどっちでもいいですよで応募しましょうか。怖い話とこの外出がなかなかしづらいこの昨今、俺はどう戦ってるか、どう乗り越えたかとか、どう楽しんでるかとか。良きです、ね、良きですね。その2トピックで募集します。で、あとですね、あのお便り動画といえば、大昔はマックス村井のアンチグラフィルムとかをプレゼントしてたんですけど、はい、なんか準備できたらなとはとても思ってまして、この瞬間すぐ出てくるわけじゃないんですけど、ゆくゆくちょっとせっかくね送ってくれてるとかあるので、なんか準備できたらなと思ってますので、それもご期待ください。では本日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。お便り動画定期的に
多分週1ぐらいやっていければと思ってますので、引き続きよろしくお願いします。さよなら。